グランブルーは1988年に公開されたフランスとイタリアの合作映画。監督はリュック・ベッソン。フリーダイビングの世界記録に挑む二人のダイバーの友情と圧力、そして海に生きる男を愛してしまった女性の心の葛藤を描く海洋ロマン。10代からダイビングに親しんできたベッソン監督が長年の夢だったイルカに見せられた潜水婦の物語を 実在の天才ダイバー、ジャック・マイ・オールの協力を得て映画化。撮影は1987年6月から約9ヶ月にわたり、パリを含むフランス、ニューヨークなどで行われた。フランスでは公開後、ハイティーンの若者たちの絶大な支持を集め、映画館前は長蛇の列。上映前と終わりには、割れんばかりの拍手が映画館を埋めるような競争となった。 フランス国内の観客動員数は1000万人。パリでは187週連続上映という記録を打ち立てた。彼らはグランドブルージェネレーションと呼ばれ、社会現象にまでなった。イタリア人フリーダイバー、エンゾはある男を探していた。ギリシアの海辺の町で育ったエンゾは、楽器大将で誰よりも素潜りが得意だったが、彼が唯一認めていたのが、 潜水婦の息子である一人の気弱そうな少年だった。ニューヨークで働く保健庁サインジョアンナは自動車事故の調査でペルーアンデス山脈役の高地にいた。そこで彼女は氷結した湖に酸素ボンベもなしに潜水していく一人のダイバーに出会う。ジャック・マイオール。彼こそがエンゾが探していた少年の成長した姿だった。シチリアのタオルミーナで開催される。 フリーダイビング競技会。エンゾ、ジャック、そしてジャックを追ってやってきたジョアンナの三人が出会い、運命の物語が始まる。何人もの挑戦者たちが、まずはエンゾの記録に挑むが、あいがく破れる。そして、エンゾの記録を破るのは、当然ながらマイオールだった。だが、この勝敗の後に寄せてきた荒波とは、日本語、吹き替えリュック、ベッソンは、小さい頃から、 スキューバダイビングに没頭していたが、事故で二度と潜れなくなってしまう。その時たまたま、ジャック・マイ・オールの記録フィルムを見て、彼は、海に関する映画を作らなければと思ったという。翌年には、彼は、本格的に映画制作の道へと進み始める。サブウェイの撮影中、主演女優のイザベル・アジャーニの友人である、ウォーレン・ベーキと食事の席で一緒になったベッソンは、 グランブルーの冒頭部分について語り、乗り気になったベーティはプロデューサーになりたいと申し出し、さらに彼はベッソンに全金として2万5千ドルを小切手で渡した。1985年、ベッソンはサブウェイの配給を行った拷問に出資を頼み、またジャンレのエリック・セラ、クリトス・ファー・ランバートを伴い、ロケ班を開始する。ベイティにも脱行したスクリプトを渡し、 契約を取り付けようとするが保留との返事が出る。翌年、ベッソンは小切手で渡されたお金を使い切ってしまい、またベーキとも連絡が取りづらくなったため、断り文を書いた手紙を送り、2万5千ドルもなんとか集めて返金する。ベッソンは、拷問の会長、ニコラセドに脚本を渡す。脚本を見た、セドは制作を希望し、またワーナーブラザースからも連絡が入るが、 同年、ベーティにスクリプトを渡した時に通訳担当のマルジョリー・イスラエルが本作の権利をベーティに渡し、ベーティはフォックスに企画を持ち込んで制作費50万ドルを受け取っていたことが発覚。ベッソンは謝罪し、権利放棄のためにベーティから要求された50万ドルを拷問が支払ったことでトラブルは解決した。ジャック・マイ・ヨールが凍った湖に飛び込むシーンでは、 実際のペルーの湖でスタントなしでジャンマルク・バール本人が潜った。もともと彼は泳ぎは得意な方だったが、ベッソンは彼の瞳の中に真の恐怖感が見えたと語っている。また、天井から水が迫ってくるジャックの悪夢のシーンは実写で、天井にベッドを吊るしてプールに浸して撮影した。初上映は1988年5月10日。 第41回カンヌ国際映画祭のエあるオープニング作品としてだったが、メディアはこぞって国評。翌5月11日からフランス国内で公開されるが、当初の数字は三端たるものだった。日本では20世紀フォックスが配給を手掛け、グレート、ブルーとして1988年8月20日に東方洋画系にて公開された。 公開当時のキャッチコピーは海には多くの秘密がある。しかし、同時期公開のヒット作の多くに工業面で苦戦してしまい、メイン上映館であった日劇プラザは2週間、新宿プラザ劇場は1週間で打ち切りとなる。その後フランスでの盛り上がりが伝わるにつれ、口コミで話題となり、1989年4月にセルビデオが発売されると、 六本木ウェーブビデオ部門で1位となるなど、折からのカルト映画ブームもあり、グレートブルー人気が熱気を帯びていく。当時キリンシーグラムから発売されたウイスキー、ヒップスの CM には、ジャンレのマルクデュレの2人が、劇中のエンゾ、ロベルト兄弟のイメージをそのままに起用され、業界での注目度も高かった。その、ヒップスが、冠スポンサーとなり、 九百九十二年六月二十日には、グランブルー、グレートブルー完全版がシネセゾン渋谷で独占公開。配給は、日本ヘラルド映画、ミニシアターでの興行ではあるが、連日立ち見が出るほどの盛況となり、それ以降も、全国で順次公開された。二千十年八月七日から、グランブルー完全版、デジタルエストアバージョンが、角川映画配給により、角川シネマ、 新宿などで日本公開され、同年9月24日に同バージョンのブルーレイディスクが発売された。本作は実在の世界的フリーダイバー、ジャック・マイオールとエンゾ・マイオルカをモデルにした以外、ストーリーはほぼフィクションである。ありがとうございます。